11月9日、松山市六軒家町の大空病院で世界糖尿病デーのイベントが開かれました。毎年11月14日は世界規模で拡大している糖尿病について知り、その抑制に取り組もうと WHO 世界保健機関と IDF 国際糖尿病連合が制定した世界糖尿病デーです。大空病院ではこの世界糖尿病デーに合わせてイベントを開催しており、来場者に糖尿病について知識を深めてもらおうと、体力測定や血圧測定などさまざまなブースを設けたり、講演を行っています。会場となった大空病院には多くの来場者が訪れ、体力や血圧の測定などを行いました。11月14日が世界糖尿病デーになっておりまして、それに伴って当院でも糖尿病の啓発活動を行っております。血糖測定や、今年はあと骨密度、あと体力測定や、栄養相談などですね、たくさんの、ブースを出して、それぞれの健康に関する質問や、検査などを無料で行うようなイベントを行っています。特に今年は皆さん大勢の方に参加いただきまして、非常に健康志向の高さに驚きました。来場者は糖尿病について知識を深めることができたようです。